僕が高校入った時、キリスさんをみんなじいさんじいさんって呼んだんですよ、うん、今の自分たちがじじいって呼ばれてたタイトルコールはいつもしませんでしたよね、はい、ということで、ミスターパーフェクト槙原です。イエーイ。ちょっと最近飽きてきたんで、違うやり方でやってみたいなと思ったんですけど、ただどういうふうにするかまとめてこなかったんで、すいません。ということで今日はですね、西俊久さんに来てもらいました。どうも。はい。お願いします。いや、西よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう一緒に、ちょうど現役もダブってるんで、もう。大体のことは知ってるつもりですけど、まあ、プライベートっていうのはね、ちょっと年もあったんで、あんまり一緒に行くようなことはなかったのかな。そうですね。そうだね。ちょっとあれですね、マイクさんのところ、こうテレビ系のチームがあったじゃないですか。何、元木大輔とか、はいはい、宮本和ロモンとか、はいはいはい、そういう面白い人たちの集まり。いやいや。そんなことないんですよ。結果的にあれが生きて今の仕事にたどり着いてるっていう感じなんですけど、西はやっぱりじゃああの当時からやっぱり、まあ僕からするとすごいエリート系を歩んできてるんで、やっぱり未だにもう YouTube もやらないとやりたくないとやりたくないんじゃないですか。いやいや、西チャンネルみたいなのやらない。やりたいなと思うんですけど、うん、こういう聞き手になるのができるかなっていうちょっと不安はあります。あ、ただやっぱりこうやりがいだとかそういうのはやっぱり結構会員数が増えるとか回転数があるとかっていうのはすごく嬉しいことなんで、やる以上はやりたいよね。あ、まあ、欲しいよね。そうですね。俺はもう最初に10万人を超えるっていう壁があって、10万人超えるとあのこういう YouTube のね、盾がくれる、盾をくれるのよ。そうなんですか。うん、あれが欲しくてやってた。今どれぐらいですか。今20万いったの。いったんですか。うん、だから10万超えて今度20万だから、もう1枚来るかなと思ったら来ない。来ないですか。来ないですか。来ない。そうしたらヒカキンとかの40枚50枚あれね、100万人になると金のやつが、金のこういうやつが。今のはどんな感じなんですか。今銀のやつ、今ちょっとあるんで持ってきますよ。今持ってきますよ。これが、あ、ほら、そうなんですか。ミスターパーフェクト槙原、これいいでしょ、なかなかね。いいですね、うん、これなかなか今日機械なんでこれ置いときますよ、これ。これもさ、なんでいつもさ置いてもいいんじゃない。あ、やらしいのか。どうなんですか。さりげなく置いといてもいいですね。これさりげなく僕のほらユニフォームだとか、これだってギャル曽根ちゃんのなってます。そうだ、そうなんだよね。バクグイこれ、これ曽根ちゃんの何なんですか、これ。この盆栽も何ですか、これ。まあいっか、とりあえずこう置いてこうなんかやりながら、っていうことはもう西はじゃあこういう、今は、正直解説ですね、はい、球団には所属してない。そうですね。昨年までは DeNA の2軍監督、はい、よろしいですね、はいはい、で今は特にこう在籍なく、うん、今年からはオファーがあれば解説だとか、はい、講演会とか野球教室、はい、どうですか、やめてみてっていうか、ユニフォーム一回脱ぐと気ままですか。気まま、いや意外と、まあそれまで10年ぐらい解説の仕事させてもらって、うんうん、まあ結構たくさんいただいてたんですけど、はい、3年空いたら、うん、やっぱりいろんな若い引退した人たちが来るので、うんうん、あの前ほどの感じじゃなくなったなって、うん、たくさんまあ声かけてもらってるんですけど、はいはい、講演会とかやる。そうですね、やってました、引退してからまだやってない。引退じゃないな、あのユニオン抜いてからまだやってるんですけど、うん、まあやってました。でもやっぱり西なんかもやっぱり指導者も経験してるし、はい、まあ、早稲田も出たり、はい、社会人もいいとこ出てるし、日本生命だっけ、はい、ね、上層でしょ、はい、まあ、そこでの話ったらもう尽きないよね、いろんな話を。どうですかね、大体こう桑田さんの怪我の話とか、ああいう挫折的な話の方が、うん、講演って
いいらしいんですよね。あ意外に挫折らしい挫折をしなかったから。あそうなんです、まあ、申し訳ないですけど、うん、うまいこと来ちゃったんです。まあ、いろいろあっても表にはあまり出せないようないろいろの方が、まあね、そうだね。桑田は本当順風満帆だと思ってる人も多いんだけど、ね、肘をこうやって復帰する。あの時いたの？あ、いないです。あの前、あ、いました、いました。いたでしょ？いました、いました。何してんのと思ったでしょ。いきなりこうマウンドでこうやったから何してんのと思った。俺試合出てたのかな。いやなんとなく見てたような見てない。いや俺もそうなんだよ。おぼろげなんだけど、あんまりあーと思ってないぞ。マスミ出てきてなんかこうやってやりましたから、え何してんのと思ったの。でもあれがこうトレンドになったような その後復帰する人はそうですね、いろいろとこうなんかそういうのやるし、はい、桑田真澄があの二軍に落ちてた時は二軍のあの芝生のところぐらい50センチぐらいが全部色が抜けちゃって、はいはいはい、桑田ロード、はい、あれだって桑田がやるからあの道がこう出て桑田ロードって言われたけど、うん、俺がやってる槙原ロードって、槙原はあそこをちゃんと直せって言われるよ。思わない。確かに球団としてさ、お前がそこ歩いてるから、あんたがハゲてたんじゃねえかって言ってちゃんと直せって言われる。こうやってだと桑田ロードでそのままね、そのままなのよ。そういうとこあるよ ね、 なるほどね。球団ちょっと不条理なところっていうのが西も分かるよね。ジャイアンツもそういうこうね、辛いことをやってきた経緯はありますよね。そうですね、思いますよ。そんな風に思ったこと、そんな思ってないですか。確かに言われてみればそうだ。いやそうですよ、多分。まあ、まあ、斉藤も大丈夫だな。斉藤も斉藤ロードになるな。そうですね、俺とか宮本はならないな。そんなことない。宮本さん直しといてくださいよと後であの言われるよ。グランドキーパーね、グランドキーパーに言われて、本当勘弁してくださいよって言われますよ。まあでも本当に今日はあの西君が受けてくれて、はい、ありがとうございます。まあでも、はい、ちょっとさ、はい、エリート街道っつって、はい、みんな西のこと思ってたんですけど、はい、まあでも紐解いていくと、いやいろいろとあったんだよっていう話をちょっとこう聞けたらいいなと思うんですけど、どの辺から話していったら、どの辺からですか、自分は。そうですね、でも中学からエリートだった。いやそれがそうでもないんですよ実は、うん、あの中学校の時に高校に引っ張られて行ったわけじゃないので。上層に、はい、あの僕の地元って茨城県の古河市っていうところで、はい、サッカーが盛んな町で、はいはい、あまり野球が盛んじゃないんですよ、うんうん、でもう県境なんですけど、その周りの県のその古河市っていうところの近辺にはあの今でいうボーイズリーグとかシニアリーグとかそういうのもなかったんですよ。だから普通にもう中学校の野球部でやっていて、うん、でまあしかもそんなに野球盛んじゃないんです。まあまあまあ強かったですけど、そんなにあのなんつうか有名になるような学校でもなかった、まあ、ただやっぱ小柄だったとか、ああまあそれもありますね。ね、足とかやっぱりキレみたいなのは多分中学から光ってたと思うんだけど、でも僕ピッチャーだったんですよ中3の時。まあ、よくある小6とか中3の最高学年だったらピッチャーなんですよ。肩がやっぱり強かったということか。まあまあ早いは早かったですけど、うん、まあだからですかね、わかんないですけど、どっからまあ声全く届かなかったわけじゃないんですけど、でも一つぐらいしか僕知らないですよ。まあちょっと上層って、はい、あんなに強い、まあ今日も甲子園で選抜出てて、はい、勝ちましたけれども、はい、やっぱりあの私学なんですか、あれ。私学、はい、私立です。私立なんだ、はい、私立上層学園、うんうん、ってことは寮で入った。寮ですね。ということは引っ張られないとなかなか入れない。基本あんまりいろんなとこから引っ張ってくる学校じゃないんですよ。あ、じゃあもうあそこの茨城だっけ。茨城とか、あと学校が千葉の子が半分ぐらいいるんですよ。あの柏とかあの辺通える。あ、そうか、すっと上だからね。そう、常磐線通えるんで、千葉と茨城半々ぐらいなんですけど、野球部の子もそれぐらいなんですよ、うん、県内県外半々ぐらいなんですよ、うん、で本当に引っ張られてる子は
一人か二人、僕らの子ですよ。引っ張られた子っていうのはまあ本当に嫌な話、うん、まあ、学費免除、まあそういうそういう、寮費も免除、うん、ああそうですね。お小遣いも出る。お小遣いは出ない。お小遣い出ない。お小遣い出ない。お小遣い、そうだね、まあ、たくさんのいろいろ人に聞いたけど、お小遣いが出る高校生は聞いたことないね、確かに。もう多少免除でしたけど、そういう、そこまでじゃないです。あ、うん、でもやっぱりそういう免除のやつらのやはやっぱり一目置かれるの、同級生の中では。まあでも入るときは分かんないですからね、同一がどうなのか知らない。あ、そっか、でも後々聞くじゃん、やっぱりね。はい、じゃあもうそのまあ後に木内マジックと言われる、入った時にも木内さんだったの。そうですね。木内さんまだ若かったでしょ。じゃあ50、あ、今の僕らぐらいです、多分53歳ぐらいかな。めっちゃおじいさんに思ったでしょ、その当時はね。いや、この前もちょっと高校の、まあ、島田監督と話してたんですけど、ね、俺野球見てて今日、あれこの子監督顔見たことあるなと思ったら、島田直也じゃんと思ったの。一緒よりも上ですか。2つ上なんだ。いや、はい、僕が高校入った時、岸さんをみんなじいさんじいさんって言ったんですよ。うん、で、島田さんと話してて、いや島田さん、あの時じいさん何歳でしたっけって言ったら、54ぐらいじゃない。あれって言ったら、島田さん54歳なんです。今の人は若いよ。まあ、西も54歳には見えないもんね。もう52です、まだ。52でしょ、はい、だって、島田直也もめっちゃ若く見えたもん、はい、今日見て、ね。全然変わんないですよ。54歳なの、はい、あの監督も。でも今の自分たちがジジイって呼ばれてた。あ、そうなんだ。そうです。もうだって木内さん50万、多分僕らが入る前からジイさんって呼ばれてた。でも今巨人でコーチやったら河合は15歳入った時からジジイって言われてますよ。いまだにジイって言われてますから。それは経緯がちょっと経緯が違う。でもやっぱり自分がその年になってみると、で、ね、今ぐらいの時にもう木内さんはもう全国優勝 もうしてるんで。そうか、でそういう意味ではその上層に行くのにはやっぱり甲子園で優勝したいとか、そうですね、甲子園に行きたいっていう時にはもう一番身近な高校であったってことです。でもその時実は僕が入る時にまだ甲子園出てなかったんですよ。出たことなかったんですよ、はい、僕が入った時入学したのは5期生なんですよ、はい、まだ学校ができて5年目だったんです、僕の時。はい、で木内さんが移って3年目なんですよ。じゃあまだその西たちが木内さんを有名にしたっていうことも、まあもう有名だったの、砦二高で有名だったんで。あ、そうか、はい、砦二高にいたんだ、はい、はいはい、で移ってきて3年目 で僕が入学するときに初めて選抜に代打出場だったんですけど、はい、出場自体があった学校があって、その代わりに出たのが僕は応援、まだ入学してないの応援席ですけど、うん、それが初めて甲子園出たんですよ。はいはいはい、っていう学校だったんです、まだ。でもやっぱり1年生からレギュラーかなんか張ってたんでしょ。はい、出てました。すごいよね。それはもう完全ピッチャーじゃないですよね。じゃないです、もう内野手です。内野、はい、どこですか、セカンド。最初ショートですね。ショート、セカンド、サードぐるぐる回ってました。1年生のもう夏からショートのレギュラー取ってた、はい、そうですね。まあ、スーパー球児だよね。ねえ、ありえない、うん、へったくそでしたけどね、今思うと。へったくそですよ。もう正面の頃とかもファーストにゴロゴロゴロってやってセーフにしちゃったりするんですよ、はい、見てたら何やってんのかなっていう。もうこんなバウンド、こういう緩いバウンドが後ろに下がって取って投げてるから、それはセーフになるでしょっていう、それぐらい。ああ、なるほどね、はい、現役時代のそのポジショニングだとか、ああいうのはもうみじもないみたいな。もうみじもかけらかけらもないです。まさかゴールデングラブを取るとは思ってないよ、ね、ない自分でももうやばいと思ってた。でも先輩たちもほら、はい、お前西もうちょっと練習しろよとか言われなかった。いや、言われなかったです。やっぱり一目置かれてたのかな。いや、3年生、まあそうですね、木内さんがなんか聞くと言ってたらしいです、うん、3年生、うん、お前に西に手出したらお前クビだっ て、っていう話で入った時から言ってたらしい。僕は全然知らない、最近聞いたんですけど、はいはい、うん、なので先輩たちはすごい。いや、もうじゃあもう木内さんからするとお前は入った時からもう将来はプロにも入る可能性もある
選手だと思ってたっていう言葉をもらった、うん、いや大口知らない、そう思ってたのも知らないです、全然そんなこと言われたことなかった、ね、だってその当時も手も手が速いんじゃない、足速かった手もって言っちゃったから手も足も速いもうね、西さんももう家族がいらっしゃいますからそんなね今の本当に天性ですけど